ドンジャーディンは、カナダニューブランズウィック州出身のプロレスラー。少年は1935年とも言われる。現役選手時代は主に覆面レスラーとして、ザ・スポイラー、または、スーパーデストロイヤーのリングネームで活躍した。巨体ながら、トップロープの上を歩くバランス感覚の持ち主であり、WWE のジ・アンダーテイカーが見せる、オールドスクールのオリジネーターとしても知られる。 モンクトンの YMCA にてトレーニングを積み、1955年にデビュー。前身はサーカスなどに出場するカーニバルレスラーだったともされていた。地元のニューブランズウィックを拠点とするマリータイムズやトロント地区を主戦場に、1960年代はサニー・クーパー、またはベビーフェイス・ドン・ジャーディンなどのリングネームを用いて素顔で活動。 1962年には、アメリカ合衆国中西部において、カール・ゴッチや、ウィルバー・スナイダーと対戦した。1963年7月、本名のドン・ジャーディン名義で、日本プロレスに初来日。サニー・マイアースと組んで、力道ザ・ンド・トヨ・ノボリのアジアタッグ王座に2度、挑戦した。1965年9月には、 ザブッチャーのリングネームで再来日。10月22日に、富山市体育館にて、力道山の死後空位となっていた、インターナショナルヘビー級王座の総破戦で、ジャイアントババと60分3本勝負のシングルマッチを行い、1から1のタイスコアの後、時間切れ引き分けに持ち込んでいる。1967年、フリッツ・フォン・エリックのアドバイスで、 テキサス州ダラス地区にて覆面レスラーのザ・スポイラーに変身。一降1980年代後半までダラスの NWA ビッグタイムレスリング及び WCCW を本拠地とした。ダラスでは1968年フリッツ・フォン・エリックと NWA アメリカンヘビー級王座をめぐって構想を展開。ビリー・レッド・ライオンやダン・ミラーとも NWA テキサスヘビー級王座を争った。1969年はオーストラリアに遠征し、4月4日にシドニーにてスパイロス・アリオンを破り、合衆版の今世界ヘビー級王座を獲得。同年7月には日本プロレスに素顔のザブッチャーとして来日、8月10日に田園コロシアムにてババのインターナショナルヘビー級王座に挑戦した。 北米ではその後も覆面レスラーのザ・スポイラーで活動し、オクラホマの NWA トライステート地区では1970年3月20日にダニー・ホッジから北米ヘビー級王座をダッシュ。同地区ではスポイラー2号に変身したバディウォルフと覆面タッグチームのザ・スポイラーズを一時的に結成しており、1971年5月2日にグリーズリー・スミス ルーク・ブラウンのザ・ケンタッキアンズを破って US タッグ王座を獲得している。同年8月には日本プロレスにもザ・スポイラーとして初参戦した。1972年下期、キャプテンルアルバーノをマネージャーに迎えて WWWF に登場。7月29日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでペドロ・モラレスの wwwf ヘビー級王座に挑戦したが、当時の MSG は覆面レスラーの出場が禁止されており、素顔で試合を行った。なお、同年12月18日に、ミルマスカラスが覆面レスラーとして、史上初の MSG 登場を果たした際、ジャーディンは、その対戦相手を務めている。翌1973年1月、末期の日本プロレスに、 通算5回目の参戦。シリーズ最終戦の1月30日に、大阪府立体育館にいて、レッドデビルとの大型覆面コンビで、大木金太郎坂口誠二のインターナショナルタッグ王座に挑戦した。1973年下期より、スーパーデストロイヤーのリングネームで、ノースカロライナの NWA ミッドアトランティック地区に参戦。 以降もスーパーデストロイヤーとスポイラーのリングネームを使い分けトップクラスのヒールとして南部の NWA 参加団体を中心に全米の主要テリトリーを転戦。アンドレザ・ジャイアントや和風マクダニエルなどベビーフェイスのトップスターと各地で対戦しジャック・ブリスコ、テリー・ファンク、ハーリー・レースラー歴代王者の NWA 世界ヘビー級王座にも再三挑戦した。 ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングでは、ミスターレスリング2号と覆面レスラー同士の構想を繰り広げている。1976年8月、スーパーデストロイヤー名義で全日本プロレースに来日。8月28日に、日大行動にて、ザ・デストロイヤーの覆面10番勝負最終戦の相手を務めた。この試合は日本で初めて行われた覆面。 ハギマッチでもあり、破れたジャーディンは、覆面を剥がされ、素顔を晒したが、翌年の、第5回チャンピオンカーニバルには再び覆面を被って、参加している。1977年は、アワでもスーパーデストロイヤー名義で活動し、クラッシャーアリソワスキーや、ビル・ロビンソンと構想。アンジェロ・モスカと組んで、グレッグ・ガニアジム・ブランゼルのハイフライヤーズが保持していたアワ。 世界タッグ王座にも再三挑戦した。同時期、ジャーディンと同サイズの大型マスクマンとして、マスクドスーパースターが対等していた。スーパースターは、後年のインタビューで自分が覆面レスラーになった、K、経緯を、1976年に、ジャーディンのスーパーデストロイヤーが、NWA ミッドアトランティック地区を離れた際、彼に代わるマスクマンのヒールが必要となったため、 同地区のブッカーのジョージ・スコットに養成されたことがきっかけだったとコメントしている。また、アワでは、ジャーディンの公認として、1978年より、ボビー・スローターが、スーパー・デストロイヤー・マーク2を名乗って活動している。アワ離脱後の1978年は、エディ・グラハムが運営していた NWA、フロリダ地区にて、ボビー・ダンカンを、 スポイラー2号に変身させて覆面タッグチームのザ、スポイラーズを再編、6月27日に、ジャックジェリー・ブリスコの兄弟チームからフロリダタッグ王座をダッシュしている。フロリダでは、キラー・カール・コックスや、イワン・コロフとも共闘し、ダスティ・ローデスと構想を展開した。1980年2月には、スーパー・デストロイヤーとして、 当時フロリダ地区と提携していた新日本プロレスに初登場。3月10日の福島県小原町大会にてアントニオ猪木とシングルマッチで対戦。4月3日には倉前国技館にてアイアニシークと組み、坂口長州力の北米タッグ王座に挑戦した。以降はスコット・アーウィンが南部地区でスーパーデストロイヤーを名乗るようになったこともあり、リングネームを ザ・スポイラーに定着させた。アメリカでは一貫してヒールのポジションだったが、1982年頃に本拠地ダラスの WCCW で一時的にベビーフェイスに転向し、ザ・グレート・カブキ、バグジー・マグロー、ワイルド・ビル・アーウィン、キング・コング・バンディなどと構想。ケビン・フォン・エリックやケリー・フォン・エリックともタッグを組み、リック・フレアの NWA 世界ヘビー級王座にも挑戦した。 1984年上期は、ジョージアを、主戦場に、ポールエラリング率いる悪の軍団、リージョン・オブ・ドゥームに、加入、大ブレーク前のロード・ウォリアーズや、ジェイク・ロバーツ、テッド・デビアスらと共闘した。同年下期からは、ビンス・マク・マホン・ジュニア政権下で新体制となった、WWF に登場。1972年の WWF さん、戦時は、素顔だったが、 この時は覆面レスラーのザ・スポイラーとして MSG 出場を果たしている。1985年10月21日の MSG 定期戦ではミッシングリンクの代打でポール・オンドーフとの5万ドルの賞金マッチが組まれた。1980年代後半はフルスの WCCW やフローリダに単発出場し、1990年代前半にはフローリダで プロモート業も行っていたが1994年にプロレス界から引退。引退後はカナダのアルバータ州で戦車場を経営する一方、年度彫刻家としても活動していた。2006年12月16日、白血病のため死去。66歳没。右章につけた黒い革手袋による苦労攻撃のほか、 トップロープからのエルボーやニー攻撃を得意としていた。ロープワークの巧みな選手として知られ、元祖オールドスクールは、ジャーディンだからこそのムーブとも言える。また、覆面レスラーとしてのキャラクターを活かすため、感情を表に表さない徹底して、クールな、試合ぶりも、特徴的であり、こうしたスタイルも、弟子のマーク・キャラウェイに受け継がれている。ありがとうございます。